私、新見正則と中山京子さんの接遇トークショー2って感じで、はい、この前にも1本ありますからね、見てください。で、1本目の、結論は笑顔、ね、アイコンタクトをしなさい、ね、相手の立場になりなさいっていうのはキーワードが出たんだけども、まあ、第一印象が大事とか、まずじゃあビジネス的っていうかマニュアル的な話で電話、電話の基本何？電話は出た時にちゃんと自分で名乗る。自分から？はい。中山ですって言えばいいの。ちゃんとあの部署名と名前ですね。うん、内線の場合は部署名と名前。うんうん、で外線の場合はあの企業名と部署名と名前。なるほど。内線か外線か音で分かるの？音で分かります。あ、そうなんだ。わからない、あ、まあ、外線でかけてくる人もいるので、うん、社内の方も、うん、でも、最初はわからないので、うん、ちゃんと何々会社、何々の電話でございます。なるほど、はい、うん、で、電話を取るまでに時々クリニックいたら何回までに取れとか書いてあるクリニックが多いんだけども、はいはい、それ大体基本はあるの？3回が多いよね、やっぱり3回以内に取れ、はい、で、あの取れなかった場合はお待たせいたしました。じゃあ今の部署名と名乗る前に3回で4回になったらお待たせいたしましたっていうのを入れるのがいわゆる、ね、いわゆるルールなんだね。はい、お待たせいたしました、お電話いただきましてありがとうございます、なんとかなんとかの中山でございます。そうか、はい、じゃあやっぱりルールは知ってないといけないから、はい、僕やんなくてもいいから、はい、でも知ってなきゃいけないんで3回以内に取ってください。でもちろんできないことはあります、はい、4回以上になったら、お待たせしました、はい、ですね。他は何かないの？キーはお待たせしましたぐらい。みんなお待たせしました、うん、申し訳ありませんも変だよね。お待たせしましたでいい、うん、大体それが多いですかね。ワンワードお待たせしましたでいいそうです。お待たせいたしましたっていうのが多いですかね、はい、いや次はなんかちょっとお待ちくださいって言って待たす時があるよね、はい、それって何分とか何秒までが許容なんですか？病院とか平気で3分とかあのチンチロチンチロなってるんですよ。3分は長いですね。長いよね、はい、僕30秒の気がするんだけど。そうですね、30秒もしかしたら長いかもしれないんですけれども、状況によっては折り返しお電話させていただきますがいいわけか。はい、あのもう次電話を受けて何か確認しなきゃいけない場合、うん、時間がかかると分かれば折り返しの方がいい。折り返しか、その基準は1分ぐらい、1分を超えるっても分かったら折り返しの方がいいんだ。あとは、まあ、そんなにかからないつもりで、うん、保留にしても、うん、時間がかかったらもう少しかかりますっていうふうに途中で出るわけで、あの申し訳ございません、もう少しお時間いただきますっていう話をするとか、ともかく1分以上ほっといちゃいけないよね、うん、チンチロチンチロチンチロなるやつだよずっとそれで、その人が、うん、じゃあどこかに行ってそんなにいっぱい待ってるのかって言ったら意外にみんな待てないんですよ。待てないですよ。はい、で、あの皆さん一生懸命お仕事されてるんですよ。あのお問い合わせが例えばあって、うん、調べてますよね、うん、一生懸命調べているので、うん、お時間がすごく短いんですよ、うん、だから3分を3分と感じないんです。一生懸命調べてますから。あ、そうか、本人は1分だと思わないんだ。すごい一生懸命やってらっしゃるから、本人は本当に一生懸命やってらっしゃるからそんなに時間がかかったっていうあの印象が意外とないんですよ。分かった、認める。でも待っている方がすごく待たされた感じがする。相手の立場になってないんだな、はい、じゃあどうすればいいんだ。もうチンチロチンチロなり始めたら向こうは不満だなって思っておけばいいんだね、うん、だから自分も、うん、待てないなって思っていただける、うん、だから本当にもう何分でも待てないのんびりあの待ってらっしゃるような方だったら、まあ、その方にそれを言っても仕方がないのかもしれないんですけれども、ほとんどの方は待てないんですよ。ご自分は待つのが分かってればもうスピーカーフォンにして俺コンピューターやってるもんね。そうですね。で、あとはあの患者様なんかは正しい待ち時間を教えてくだされば、うん、じゃあ他のこと先にしてるとかっていう場合もある。電話じゃなくても。分かった、うん、ただ電話は3回以内で出る、4回以上になったら申し訳ありませんお待たせしましたっていう、
で、基本待たさない。待たさないように努力する。はい。保留電話はあんまり使わない。保留電話使っていいと思います。そう、ただ僕の病院の場合にはその医者を探すのに長いんだ。はい。で、どこからかかってきたかにもよると思うんです。だから例えば私たち薬剤師は疑義照会というのをしますよね。あ、めんどくさいやつね。あのめんどくさいやつ、これなんですけどちょっと間違っておりませんでしょうかみたいな問い合わせをする場合はもうそのままあのつながったままでいいと思うんですよ。話は飛ぶけどあれだよ、漢方なんて食後って書いたら食前と食間しかありませんから食後でいいんですかってかかってくる。そうです、書けないと厚生局に怒られますから。いいじゃない、食後飲んだってね。いや、それは厚生局に言ってください。わかりました。そういうのがかかってくるよね。そうですね、だからそういう電話の場合はそのままでいいと思うんですよ。わかりました。多少時間かかっても。あ、そっか、うん、そういう臨機応変にやれってことだ。だからまあ大体その場合3分とか2、3分かかるのはこちらもある程度わかっているので、まあ保留にして、先ほどの話じゃないですけど保留にして、まあ勝手にいろんなことしてて、でもしもしとかって出たのに、あ、今度出れないみたいなことがあったりしてごめんなさいっていう時はあります。それあるよね、はい、だけど例えば患者様からの問い合わせだった場合はもうちょっと違った対応になると思うので。わかりました、うん。じゃあ、まあ電話はまた電話も臨機応変に皆さんやってください、はい。基本は我々3回以内にともかく事務の方の対応が病院の全てを握ってますので、はい、患者様からの電話は3回以内に出ましょう、はい、努力をして、はい、お願いします。あと電話の場合は、うん、表情は見えないんですけど、うん、声のトーンって結構大事なんですよ。絶対そうだよね、はい、でどうするの。だからまあ、工夫してください。それ聞きたいんだよ。うん、僕は見えないんだけど、はい、お辞儀するときはちゃんとお辞儀して電話してるよ、はいはい、ありがとうございましたって言うしペコ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 だ。それやっぱり声に出るから。あ、そうです、やっぱり自分役者さんじゃないから、はい、なんか役者さんってあのすごい役者さんはマスクをして口は怒って目が笑うってできるんだってね。私もできますよ俺はできないから。だからポーズでありがとうございましたっていうポーズをしながら言わないと通じないわけですよ。だから電話もやっぱりで笑顔で話さないと言葉も笑顔になっていかないので。じゃあ電話も笑顔で話すってことね。うん、あのあんまり無表情で話すとやっぱり声も無表情になっていくので。確かに、うん、それは気をつけてます。了解、はい、それが電話だな、はい、OK。 じゃあ次はね、うん、笑い声は笑い声は良くないです。よくないよね。よくないです。結構多いんだよ笑い声が。でも全くないってのも変じゃない。クスクスぐらいはいいんじゃないの。そこダメなの。一切笑っちゃいけないの。笑うなって指導するの。あの何に対して笑っているかなので、お客様との対話とか患者様とかのお話の中で笑っているのはいいと思うんですけど。まあそうかそうか。従業員同士それが多いんだよ。病院の中で、あの例えばレントゲンのなんかたまり場で職員が笑ってるとか、はい、カウンターの後ろ見えないとこで事務の人が笑ってるとか、はいはいはい、いや実際ちょっとしたことなんだけど聞こえちゃうんだよね、はい、それが。で明らかに休憩時間で、まあ、そこで休憩してらっしゃるって分かればまたいいと思うんですけれども、うん、業務中はダメですよね。気をつけないと。そうか、患者さんとの時は笑っていいけど、うん、従業員同士の笑いは、うん、まあ、要注意ってことだね。あの全然笑ってはいけないということではないですけれども、例えば、ね、どんあのでも仕事の話をしててそんなに笑うことってないと思う。大げさに笑うことはないので、多分昨日どこどこに行ってきたんだけどさみたいな話だったりすることが。死後が絶対ダメっていうわけではないんですけれども、節度あるというか、うん、そうするとただそういう最初入社しててとか来たばっかりの人は、はい、基本黙ってよと思った方がいいよね。だって対応が分かんない時には、はい、死後禁止って死後禁止、うん、そう思ってる方が僕はそう思うんだよね。である程度できるようになったらなんかちょっと緩めてもいいけど、うん、基本は笑うな死後禁止って言うんで始めた方がいいと思うね。それで始めた方が。あとは緊張を解いてあげるとかそういう工夫も。接遇ってお客様だけじゃなくてやっぱり従業員同士もお互いに気遣いってあるので、
新しく入職された方とか緊張されてると思うので、うん、少し緊張をほぐしてあげるようなことはあってもいいと思うんですけれども、うん、従業員同士の気配りって何が一番大事？きちんと挨拶を。挨拶だよね、うん、だって挨拶しないやついっぱいいるよ挨拶はしましょう。で、声出さなくても目でいいもんね。出さなかったら、はい、アイコンタクトか、手を振るかいいよね、はい、確かに、はい、あとはあの扉でもさ、こう扉、僕後ろから来てるのにパッと行かれてバンってしまうやつ、はい、ちょっと持っててくれればいいのに。それはちょっとその人が良くないですね、うん、当たり前のこと。あまりそういうことはないの。ないですね。分かった。ちゃんと持ってて気配りね。うん、そうですね。そういうところは全然知らない人同士でも社内ではあまりそういうことはないですね、はい、あとはじゃあちょっとやっとくかな。名刺の渡し方。名刺は両手で丁寧に。両手で両方が渡したらどうなっちゃうの？それを片方ずつもらいます。名刺はその謙虚さを示すために下に下げろって書いたのもあるんだけど、だから両方が下に下げたら地面についちゃうじゃん。わかる言ってるこれ。接遇の本とかね結構読んでるんだけど、まあ、結構使えないんだよ。経験から言うとなんとなくみんな下げるんですけれども、まあ、大体、まあ、止めて。しますね。そうだよね。だからそういうのも臨機応変だよね。あとはあの立場によって。うん、わかる、うん。立場によって。え、じゃあ、はい、立場の上の人に対して下の人がまず出すの名刺って。出す順番。あ、両方最初出しますよね。どちらからでもいいんですけども、まあ、でも私は自分から出すこと。いや僕もどちらからでもいいと思ってるんだけど、はい、結構な本にはうるさく書いてあるんだよ、はい、訪問者が出せとか、はい、飯田が出せとか、はい、もうそんなのさ、はい、分かんないじゃんって僕思うわけだから、ルールを知っといて、はい、臨機応変に両手で出せばいいんじゃないかなと思ってるんだけど、はい、そうですね、はい、それでいいと思います。じゃあ NG は名刺にこう絵描いちゃうとか名刺しまっちゃうとか。名刺は普通置くもんね、あの上に、はい、それぐらい名刺の NG。あとはまあ、その方のお顔なんで大切に扱う、うん、あ、そうか、うん、お顔だから、はい、まあ、そういう名刺だけじゃなくて何でも全て両手ですね。例えばお客様からあのクレジットカードを預かりする時も両手で、両手で渡しする。お金も？お金もそうです。お金10円買ったとその、あ、最後あコインはこういう風にしてこう渡します。ええええこうやって渡すの？こうやって渡す。え、僕に渡して？どうやって渡すの？こうやって。あ、そうなんだ。知らなかった。それね、一個クレームで来たんだよ。チャランと渡されたって。はい、片手で。お札とレシートは、基本両手ね。はい、あ、僕、知らないこと、聞きました。なので、先ほどの電話の応対の時に、電話をしながらこういう方がいらっしゃるんですけど、ダメですね。わかりました。両手です。まあ、これも、建前と本音があるから、うん、できないことはあるけど、うん、基本両手だと思って、はい、お金とかクレジットカードとか領収書は両手で渡してください、はい、じゃあ2回目ほぼほぼ終了、はい、もう1本ぐらい取るから見てね、はい。